小牧正行、小牧正行から1922年10月25日は、幕末から大正期の薩摩藩士、官学者、官僚、政治家。内閣書記官庁、幹線県知事、貴族院議員、文学博士。陽名、善次郎、あざ、伊京、郷、桜泉。大隅国大隅郡田代郷、大根田村で、薩摩藩士。 小牧良介の次男として生まれた。江戸で、塩谷党員に学び、反抗増士官の教員を務めた。1869年義政官士官司法に就任し、少子、検大使を歴任。その後、官僚として、黒田清高に仕え、開拓官事、文部大臣秘書官、内閣総理大臣秘書官、内閣書記官長などを歴任。 1889年12月、奈良県知事に就任し、1890年11月、帝国奈良博物館長を兼任。戸塚川流域の大水害復興、鉄道の整備などに尽力。1894年1月、愛媛県知事に転じ、道路、河川の改修、治水事業の実施などに尽力。1897年4月に、 奈良県知事を退任し、同年12月23日には、貴族院議員に直選された。1898年11月、数密院書記官庁に就任した。1903年7月30日、近畿官志向に任じられた。宮中古問官に就任し、大正天皇の事項も務めた。ありがとうございます。